アー選手。ポジションはディフェンダー。マンチェスターユナイテッド FC のユース出身のジブラルタル系イングランド人。デニス・アーウィンの後釜として期待されていたが、定位置は奪えずに中堅クラブを転々としてきた。2006から07シーズンには、ストークシティ FC のキャプテンを務め、クラブのプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。 ジブラルタルにルーツを持つヒギンボザムは、生まれも育ちも、イングランドであったが、世代別代表を含めて、代表選手に選出されたことがなかった。その後ジブラルタルサッカー協会は、欧州サッカー連盟に加盟する運びとなり、彼のおじでもあるアレンブラ監督は、ジブラルタル人の母を持つヒギンボザムに、白羽の矢を建てた。2013年9月、 正式にジブラルタル代表でのプレーを表明した。2013年11月19日、スロバキアとの親善試合で34歳とかなり遅咲きなものの、2010FIFA ワールドカップ出場の実績を持つスロバキアを相手に引き分けに持ち込むなど、初の国際舞台の第一歩を踏んだ。ありがとうございます。